てください。ゴーセルくん、ゴーセル、ゴーセル返事をして。なあ団長、ゴーセルが人形だってこと知ってたのか。まあな、あいつを作ったやつのことも知ってるよ。魔人の王も一目置くほどの魔術師だった。だがその腕がたたって実界の無欲に選ばれちまった。無欲は欲を抱く者全ての記憶や感情を奪っちまう。だから魔人の王は奴を牢へ幽閉した。奴はゴーセルを外に出られない自分の分身として生み出したのさ。容姿は恋人と瓜二つ、でも決して情欲を抱かぬよう男の体に作ったんだと。ひでえ話だな。ああ。俺に心があった。わからない。なぜ俺はバルトラの手にしたものを見た途端逃げ出したんだ。何も思い出せない。俺は何を恐れている。しろ、なぜ俺はここへ。このノイズはダメだ。ここは良くない。不具合の原因がわからない以上メモリーごと消去せねば。ロストワールド、ダメー。何をするディアンヌ。君は今自分の記憶を消そうとしたね。それって何かを思い出しかけてるってことじゃないの。発生したノイズを消去しようとしていただけだ。それがもし君の心だったら。俺に心は存在しない。邪魔をするな。等級15100、ありえない。キング、等級41600、お前まで。ダメ、ゴーセル。俺はこのノイズをもう一度消去せねばならない。前に一度自分の記憶を消去した。手を離すな、ディアンヌ。マリン。ゴーセル、お前の精神が不安定な理由がようやくわかった。記憶を思い出しかけるたびにお前自身が暴走という形で拒絶反応を起こしていたのだろう。これも原因の一つだ。心臓の病で創生した国王の姉ナージャに与えたものだそうだな。しかしナージャがよみがえることはなかった。お願いだ、俺を壊してくれ、ゴーセル。しっかりしろ、ゴーセル。辛かったら僕らがいる。七つの大罪のみんなが。辛い記憶の中にも大切な思い出はあるはずだよ。思い出して、ゴーセル。私はナージャ。あなたを嫌いになんかならないから安心して。そんなに寂しかったの？ここにあるのは同じ心。ごめんね、ゴーセル。あなたはもう彼の夢を叶えてあげてるじゃない。少々調べてみたが、これには花から心の魔法など込められていない。それじゃあゴーセルの心は今どこに。ゴーセル自身の中に存在している。今も昔もな。俺に心。そうだよ、ゴーセル、その涙が何よりの証拠だよ。ゴーセルの魔力が急激に高まった。これが本来の魔力なのだろう。記憶の回帰とともに魔力が戻ったのだ。俺は自分自身の手で心を閉ざしていた。大切な人たちとの思い出を失った痛みと一緒に忘れようと。どうやら俺たちの出番はなかったみたいだな。だな。よかった、
ゴーセル君は見つかったのですね。ありがとうディアンヌ、俺を正しい方向に導いてくれて。また会えたねゴーセル。これでみんな揃ったね。今日は我ら七つの滞在にとって祝いの日だ。盛大に飲もうぞ団長殿。団長のおごりだな。俺か。ねえマーリン、結局あの心臓は何だったのかな。己を人形と嘆く息子を慰めるために一種のお守りといったところだろう。